はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は今こんなサインが来ていたら、9月23日秋分の日以降急上昇して波に乗っていきます。今からこれをしておいてくださいというお話をしていきたいと思います。秋分の日はスピリチュアル的に言えばエネルギーの流れが変わるターニングポイントになるんですね。秋分の日は日中と夜の長さがほぼ同じになる日で、エネルギーが夏場の陽から冬場の陰に向かって進んでいきます。陽がいい陰が悪いとかいうわけではなく、ただ向いてる方向が変わってくるんですね。陽のエネルギーは活動成長など外側へ向かっていくエネルギーなのに対して、陰のエネルギーは自分に向き合うという感じで内側に向かっていくエネルギーなんです。秋分の日はその陰陽のエネルギー同士が交差するターニングポイントなんですね。そのためにこの付近ではエネルギーの変化が激しく、皆さんに必要なスピリチュアル的なサインを受け取ることが増えてくるということなんです。ただこのようなサインにちゃんと気づいてやるべきことをやっていると、秋分の日以降の今年の後半は波に乗ることができるんです。まずどういうサインがあるのかというと、秋分の日のエネルギーの変化はつまり地球のエネルギーの変化ですね。このエネルギーの変化は私たちの心身や環境にダイレクトに影響を及ぼすため、浄化が起こってきたりするんです。浄化のサインが起こってくるということですね。破壊と再生といいますかね、自然の摂理です。ただ執着が強い方は強制終了が起こったりもします。まあ良くなるために起こるだけなんですけどね。ではどんな浄化のサインが起こるかというと、まずは体の浄化ですね。体の浄化としてはエネルギーの変化の浄化で体調不良が起こったりします。例えば頭痛や発熱、咳、痰が出る、鼻水、強い眠気などの症状です。湿疹や吹き出物などの肌に症状が現れる人もいます。まあこれはデトックスですけどね。エネルギーが大きく変化するとき、それに対応するために体の方も変化してきますので、体の毒素を排出するデトックスが起こってくるんです。肯定反応とも言われています。まあただ体調不良が起こっているときは、眠っている間にエネルギーの波長を整えて次のステージに進むためにエネルギーの調整をします。ですからそんなに心配はいりません。また秋分の日付近は体調不良まで起こらなくても体のエネルギーの変容が訪れるために強い眠気を感じることもあります。寝ても寝ても眠くてまた寝てしまうという感じですかね。まあ寝ていても怠けているわけではないので、自分を責めないようにしていきましょう。このエネルギーの変化の体の影響は人によって異なります。ですがエネルギーの書き換えが終わった後は体調は良くなり、全てを前進させていくことができます。なのでこの期間中は生活習慣を整えていくといいですね。そして2つ目はメンタルの浄化になります。メンタル的には精神的に不安定になったりネガティブになったりするかもしれません。またいつもよりセンシティブ、敏感になるかもしれませんね。普段なら気にならないことが気になってしまったり、普段ならイラッとしないことにイラッとしたり、普段なら落ち込まないことに落ち込んだり、いつもと違ってセンシティブになったりするんです。でもこれはメンタル的なところで、今まで溜まっていた毒素のあぶり出しが起こっているだけなんですね。そしてメンタルを浄化するんです。そして3つ目が人間関係の浄化です。人間関係での浄化が起こることもあるんですね。それは皆さんにとって必要がない人は皆さんの前からいなくなるということです。もしくは皆さんにその人から離れるように仕向けるようなメッセージがあるかもしれません。それはなぜか一緒にいて違和感を感じたり、なんか心地が悪くなったり、全く連絡を取っていなくてももう会うことはないなぁと感じたり、
それはなんとなくで感じるかもしれません。そういうなんとなくでありますが、そんな気持ちが湧いてきたら見逃さないようにしてくださいね。このようなことは悪くはないということです。そして4つ目が環境の浄化です。環境の浄化とは環境の変化、身近にあるものがなくなったり、電化製品がよく壊れたりするっていうのが多いですね。ずっと使っていた電化製品って今までの皆さんのエネルギーと同調していたんです。ですが皆さんのエネルギーが変化することでエネルギーが同調しなくなるので電化製品が故障したりするんですね。特に皆さんがよく使う電化製品です。身近にあるスマホやパソコン、 iPad などよく壊れてします。それだけでなく日々愛用しているものが壊れたりするんですね。そんな時は皆さんのエネルギーの波動が変化しているのかもしれません。だからそんなに悔やまないようにしてください。このような浄化のサインが起こっていれば終日の日以降急上昇して波に乗っていくことができます。そしてそのために今からやってほしいことは6つあります。まずは1つ目、1つ目は体調を整えるになります。体調を整えていくことでエネルギーも整えますから、終分の日のエネルギーの変化で高い波長の、高い周波数のエネルギーとリンクすることができるんです。なので終分の日前後はしっかりと体調管理をして体調を整えていくようにしてみてください。すいません、噛んでしまいましたね。まずしっかりと睡眠をとることですね。そして水分もしっかりとってください。それから暴飲暴食を控えて、できる限りジャングフードや出来合いの食事は避けて、この期間は心を込めて新鮮な材料で自分や家族のために料理をしてあげてくださいね。するとエネルギーが上昇してきますので、食べ物が皆さんの細胞になり体となってエネルギーとなって発信されるということです。そして2つ目はメンタルを整えるになります。瞑想するといいですね。瞑想が苦手な方はいらんことを考えずにぼーっとする時間をできる限り取ってください。秋分の日の前後は自分の内側とつながりやすくなっている期間でもあります。すみません、また噛んでしまいましたね。瞑想することで自分の心のメッセージをキャッチして、日頃のストレスなどで溜まったネガティブな思いをニュートラルな状態にリセットすることができます。夜寝る前の5分だけでもいいので瞑想して自分の内側に意識を向けるようにしてください。深い呼吸で自分を整えてゆっくりと過ごしてみるといいですね。そして3つ目が人間関係を整理するになります。この期間は人間関係の整理をするタイミングが来たのかもしれないということなんです。先ほども言いましたように、なぜか一緒にいて違和感を感じたり、なんか心地悪くなってたり、全く連絡を取らなくてもう会うことはないかなと感じている人、そういう人間関係がありましたら整理してもいいかもしれませんね。整理したら新しい人脈ができたりしますので、今まで付き合ったことがないような人たちと出会えたりするかもしれません。そして4つ目は壊れた電化製品があれば新しく新調するになります。壊れた電化製品だけではなく、割れたお皿や欠けた陶器、すり減った靴とか破れた服など、サイズが合わなくなった服などもそうですね。このような身の回りのものがあれば思い切って新調するといいですね。特にグレードを上げて新調するとなおいいと思います。やはりこれからの皆さんもエネルギーが上がって上昇してきますので、そんなエネルギーに応じた高いエネルギーのものを新調するんです。すると秋分の日から新しいエネルギーの波に乗っていきますので、新しいグレードがいいものを持つと気分もテンションも上がりますしね。あと5つ目はいつもと違うことをしてみるになります。この期間は一つだけで構わないので、いつもの自分ならしないことをしてみるのがおすすめです。いつもは行かないところに行ってみたり、いつもと違うお店に入ってみたり、いつもなら通らない道を通ってみたり、いつも食べないものを食べてみたり、このように些細なことでもいいので、いつもと違うことをやってみてください。すると何か新しいアイデアを思いついたり、思わぬ人に再会できたり、予期せぬ幸運に恵まれたりもしますので。最後に6つ目ですね、お墓参りに行くですね。この期間はご先祖様への日頃の感謝を捧げ、敬意を表すためにお墓参りするのに適した期間になります。お墓が東方にある場合は、なかなかコロナ禍できませんので、自宅の仏壇に手を合わせたり、ご先祖様への感謝の思いを募るだけでも大丈夫です。私たちがご先祖様に意識を向けることによって、ご先祖様も私たちの手助けをすることができると言われています。なので可能な方はぜひお墓参りに行ってみてください。要は春分の日のあたりはエネルギーの大きな変化があり、私たちは強い影響を受けます。その時に私たちがどういった状態であるのかで、その影響が大きく変わってくるんです。だからこそ
そんな大切な期間に、期間中に起こる浄化のサインを見逃さないようにして、今日お伝えした6つのこと。1つ目が体調を整える。2つ目がメンタルを整える。そして3つ目が人間関係を成立する。4つ目が壊れた電化製品があれば新しく新調する。グレードアップするといいですね。で、5つ目がいつもと違うことをしてみる。そして6つ目がお墓参りに行く。これをやって準備しておいてくださいね。すると9月23日秋分の日以降、急上昇して波に乗っていきますので、ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。